両手で持ってご飯を食べるとなんだか落ち着くそうです。なんでこれスプーンは使い捨てなんでしょうか。そこが気になってしまう。確かに。眠い三田寺理沙先生がいらっしゃいます。デビリデッチって言ってました。お手は